15日、公会堂で陸上自衛隊第14音楽隊によるふれあいコンサートが開かれました。陸上自衛隊第14音楽隊は、香川県善通寺市に駐屯地を置く四国唯一の自衛隊音楽隊です。昭和56年の発足以来、音楽を通じて自衛隊を広く知ってもらおうと、四国4県を中心としたコンサートやイベントでの演奏、学生を対象にした演奏技術指導など、年間100回を超える演奏活動を行っています。現在およそ40人の隊員が所属し、駐屯地や旅団中枢の警備、射撃などのトレーニングに取り組みながら、日々音楽隊員としての訓練を行っています。このコンサートは市民の文化向上を図るとともに、訓練された演奏を間近で聞くことで市民に自衛隊を身近に感じてもらおうと実行委員会が開いているものです。5回目となる今回は、公会堂を会場に2部構成で行われ、第1部では行進曲やクラシック、第2部ではがらりと雰囲気を変えてノリのいい明るい曲が披露されました。このうち第2部のクイズソファミレドンでは、演奏された曲のタイトルを当てるイントロクイズが行われました。1曲だけでなく、同時に2曲や3曲演奏されるものもあり、観客は苦戦しつつも楽しみながらクイズに挑戦していました。クイズソファミレドン。正解です。暴れん坊所属、おめでとうございます。以上で。満員の会場には手拍子や拍手が響き、ステージと客席とが一体となってコンサートを楽しんでいました。自衛隊音楽隊ふれあいコンサートの模様は3月18日からの聞いてみとん120で放送します。ぜひご覧ください。